こんばんは。どうもこんばんは、鈴木さとしです。気まぐれ7時放送局ですけども、皆さんお元気でしょうか。はい、今日はですね、もうすっかりちょっと寒くなってきてませんかね。そんなことで秋の気配を完全に感じる今日この頃ですけれども、暑い夏はどこへ行ってしまったんでしょうか。はい、ですね、今日は青木さんがちょっと体調が不良だってことで、なんかストーリーにもありましたけども、今日はお休みということで、私一人で、サトシ会でやらせていただきたいと思います。はい、最近ですね、私インスタグラム見てくださってる方、トリオウィズフレンドシリーズっていうのをずっとやってて、18回目まで行ったんですね。もう頑張ってますけども、頑張ってますよってか、いっぱい写真撮っていただいたんで、ちょっと見てもらいたいなと思って出してるわけですけども、で、あと実はあと最後19回で終わりになります。はい、そんなことで、最後は誰になるんでしょうか。楽しみにしてください。そこでディスクブルーベリーというレコーダーが、最後の日ってことで行ったんですけども、そこで入手した獲物を紹介したいと思います。獲物ってことなんですけど、じゃじゃーん。はい、すごい特価の棚に入ったもので、買ってきたんですけど、 GARO ですね。ガロですね、これガロのファーストです。ファーストはこのマッシュルームの絵がマークがついてるの分かりますでしょうか。はい、マッシュルームレコードっていうのがありますね。それがそこから出てるんですね、最初。これと、あとこれ、サードです。セカンドっていうのは、岩の学生街の喫茶店、君とよくこの店に来たもんだと、いう大ヒット曲が入ってるんですけど、そのセカンドはありません。はい。ということで、見た感じでもう分かると思うんですけど、クロスビー・スティル・アンド・ナッシュ、日本のと言われていたこのガロですけども、もう明らかにね、ジャケットの感じがそうなのかなと思ってますけど、はい、実はガロは学生街の喫茶店でヒットしたためにですね、非常に4畳半フォークみたいな風に思われがちなんですけども、実はバリバリのソフトロックバンドでですね、僕もすごく好きなんですけど、アナログを入手しました。で、そこでお店にいたドバスさんに、これ買ったよっていうふうに見せたら、レコードを回しながらにやりとしていました。はい、ということで始めたいと思います。どうもこんばんは。今日は何、9月15日金曜日、10時を回りました。鈴木さとしトリオのボーカル気まぐれ7時放送局、鈴木さとしトリオのボーカル&ギター鈴木さとしです。どうもよろしくお願いします。はい、今日は私一人会なんでコメント読めるかしら。はい、これはいつもありがとうございます。そう、みんな僕のところに来てくださいね。今日ひろみチャンネルお休みなので、はい、コメントもどうぞご自由にお願いします。はい、といったことでですね、今日は今週何してたかって話ですね。はい、それはですね、1にも2にもですね、この PA の準備をここにおもむろに置いてありますけども、これおもむろに置いたっていうか、片付けるのが面倒くさくてですね、ここに置いてるんですけど、PA をやることになりました。9月17日、日曜日ですけども、これかルームオブワンズワンというですね、ケルン君というですね、新潟に、すごいいい企画をやる人がいるんですけども、その人が、久しぶりに、何年ぶりしたかな、だからコロナ前だから多分4年ぶりぐらいなのかなに、企画をするということで、今回、ブタジさんと井出健介さんと、新潟から尾瀬志郎さんの3組が出るということで、この PA をやることになりました。はい、なりましたというか、前々からお願いしてたんでもらってたんですけど、その準備をもむろにしていてですね、もうさっき涼しくなりましたなんて言いましたけど、部屋でですね、こうマイクチェックとかするんですね。
やるんですけど、あの締め切らなきゃいけなくて部屋閉めとくんですけど、あの何してですね、こう PA のあのなんていうの、あパワーアンプって200ワットぐらいあるもんですから、クーラーをつけながらですね音出しすると、あの全体に迷惑かかってしまうということでですね、あのクーラーを止めてですね、ひたすら PA だけをつけて喋ってるっていう、でものすごい汗をかいたっていうですね、まあ、そういうエピソードだったんですけども、まあとにかく頑張ってチェックをしていました。はい、今週チェックしましたね。まあ、今週って言っても昨日、おととい昨日ですけどね、やったんですけども、はい、そんなことで、うん、あとはまあいろいろぼちぼちいろいろやってました。はい、あのなことで今回はぜひこれに来てほしいという宣伝も兼ねて、話していました。はい、場所はね、明日9月16日、うん、明日はあの佐渡に行くそうです。佐渡でやって翌日新潟に来て、新潟はですね、旧大師銀行住吉町支店のミナトピアっていうんですっけ、あそこミナトピアっていうところで、やります。新潟歴史、博物館だったかな、確かそんな名前だったと思います。そこで、すごくね風情のある建物で、すごく楽しみなんですけども、まあ僕はもう緊張しまくっているわけですが、ぜひ遊びに来てください。まだあの前よりも当日もあるみたいなので、ぜひご連絡をお待ちしています。これが前よりチケットで、今前よりチケットってあんまりないでしょ、ね、すごい丁寧に作ってくださってね、あの注意事項とかね、いろいろあの交通機関のことが書いてあったりとかね、あのすごくね、あのすごい行き届いてる、うん、感じがすごいよく伝わってきます。こうチケット半券、これをねビーッと切って、これをあの持って帰ってですね、あのしおりにできるっていう、ね、非常にあのコンサートの楽しみ方のならではのことをこうわざわざお金かけて作ってくるっていうね、すごく、頑張ってる井上くんなんですけども、まあそんなことでぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。まあ、僕は出演しないですけど、いい音でやれるように頑張っていきたいと思います。まあ、あの PA っていうのは、まあ、機材もさることながら、なんて言うんでしょう、その質感みたいなものがすごく大切になってくると思うので、その辺をあの大事にしていきたいなって思っています。はい、ありがとうございます。あ、おー、なるほど、はいはい、はい、ありがとうございます。本当読む余裕がないっていうですねそういうことなんですけども、はい、そんなことで、あとはね、ライブの告知、そうですね、あのこの時にあの今回鈴木聡トリオのですね、オータム秋のフライヤーを作りましたって言って、今日あの大和から届くはずだったんだけど、あの着は明日でした、ごめんなさい。で本当は今日バーンって見せたかったんですけど、17日の、日に配ります。なかなかフライヤーも最近よくよく考えたら作ってなくて、あの菊池さんっていうデザイナーの方にお願いをして、あの写真もあのジャズストリートで撮ったあの、うん、ブルーカフェで撮ったやつかな、あの写真を使ってそこでデザインしてもらってあの作ったんですけど、久しぶりにやっぱフライヤー作るといいですね。なんかいいっていうか、あの燃えてくるっていうか、その当時フライヤーをこう配り置き場所をこう探してね、配って歩いたことがこう蘇ってくるっていうか、あのそういう思いはこう自分であのなくさないようにしていきたいなと思って、まあ、そんなこともあって今回無理やり作ったっていうのもあって、あだからあのシネウィンドとかね、映画館に置いてもらったりとか、またいろんな喫茶店とかに、まあ、置いてもらったりとかっていう活動をまた3年も4年も前と同じようなことをやってみようかなっていうふうに思っています。まあ、そのフライヤーもぜひ楽しみにしてください。はい、そんなことをやりつつです。あと僕たちの出番は、先週も言いましたけれども、9月23日、イワンブロックフェスティバル、2023に参加いたします。はい、こちらはうーんと11時30分でした。時間はっきり分かりました。11時30分開始、
30分のステージ、です。木の下ステージだったかな。まあ、いつもの芝生があるですね、広々としたところなんですけども、まあ、そこで今まではですね、ちょっとでかい音を出すとちょっと自流的にねえなんていう話をこう2年ぐらいしながらやってたんですけども、今回はなんかそういったことがないみたいなので、本当にでっかい音で、やれるそうです。やります。なんかベースアンプもね、なんか冷蔵庫みたいなでっかいベースアンプ使ってやったりとか、まあ、僕もアンプをこう持っててですね、でかい音でやろうかなと思ってますんで、まあ、野外はね、なんか、まあ、本当に気持ちがいいので、ぜひ皆さん遊びに来てください。今回ユアムロックもいろんな挑戦をしているようで、昨日発表になったんですけども、なんか岩室のその地域の和菓子屋さんかな、和菓子屋に関わらないのかな、その お菓子、を売っているお店で岩室ロックのコラボスイーツみたいなものを作ったそうです。何店舗かでとか作ってるところで、僕もちょっとよくはっきり見てよく見てないんだけども、だからすごくそういう頑張っている、実行委員でもありますし、まあ、ぜひ僕もライブ終わったら買いに行ったりしようかなと思ってます。なんでその辺もぜひ楽しみに、していただけたら嬉しいです。はい、そんな感じでした。今日はおしゃべりで終わりましたけども、どうですか、コメント読んでみようかな。はい、はい、ありがとうございます。はい、なかなかコメント読むのも難しいんだね、俺はもう読まないから字が見えないからね。なるほどですね、もう追えなくなってしまいましたね、割と行っちゃうんですね、すぐね。はい、そんなことです。ちょっとのんびりしちゃいましたけどはい、というような感じで、今日は終わりたいと思います。はい、お相手は、鈴木さとしとりおの鈴木さとしでした。それではまた来週は2人でお届けできるのではないかなというふうに思っています。まずは日曜日頑張ってきます。はい、ではおやすみなさい。明日は練習します、トリオ練です。では失礼いたします。また来週、じゃあねー。